やべ、いいぞ、うわ危ねえ、おい、AJ ユナイテッドガチャで引いた選手でガチバトル。あげましておめでとうございます。おめでとうございます。ということで2020年もこれからやっていくんですけども、はい、そうですね、ウィーレは初蹴りということで、今回は僕ら FP ガチャとか引いてないので、まあ、ついでにもう新年絡めちゃいましょうよという企画になってます。おということで、まずガチャ。いや、熱いガチャ来てますもんね、今。来てます。インテルと、ナポリ。うん、これはブラジルのやつかな？ブラジルリーグのガチャも来てて、で、これが結構強いと言われてます。で、J1、J2 の、もうこれ何回も引けるんだけど、ガチャ来てます。で、どういう風な感じでやっていくのかというと、要はこれ3回ずつ引けるじゃないですか。そうですね。で、3個 FP ガチャ引けるので、まあ、被らなければ9人。はい、9人引いて、まあ、11人ね、いないとサッカーできないので、2人は、こちら J1 か J2 の、まあ、どちらでもいいので引いて足してやっていくと。あ、もし被ってしまったらその分補わないといけないので、まあ、11人になるまで多めに引くって感じです。そう、J1、J2 どちらか引いてもらうという形になってます。はい、ということでまずですね、僕の方から引いていきます。キーパーでないとちょっと怖いんですけどね。え、さ、先に被りを予想してファンズチョイスの方から言ってもらっても大丈夫です。あ、お願いします。あ、俺かそこでゴとか引いちゃうじゃん、逆に。全然いいっすよ。ダメダメ、それ相当かぶってることになっちゃうから。さあ、インテル。ゴディン。ゴディン、ハンダノビッチ。ここでハンダノビッチ取れるか取れないかでかいよ。確かに。この後の対戦にかかってますんで。だけど最優先は確かにキーパーだよな。ハンダノビッチ、獲得目指しやっていきたいと思います。そうだね。さあ、いきます。1回目。37番。おー、来た。2番。お、かぶってない。お、いいよいいよ。ゴディンか。いや、いいと思いますよ。センターバックも2枚揃ったんで。さあ、ラストいきます。あれ、これ、まあまあまあいいでしょう。ここレンベレットとかないと結構やばいよな。そうだね。引いていきましょうか。はい。20番、ジェリニスキだ。さあ、2回目いきましょう。はい。8番、ファビアン・ルイス。おお、ミッドフィルダーがここに来て一気に。じゃあラスト2、ケビン・マルキ。行くか、じゃあ。背番号15番、グスタボ・ゴメス。守備は安定です。うん。フラメンゴだ。ジョルディアン・デ・アラス・カエタ。さあ、ラスト行きましょう。縁引きということは、ウィングですね。行きますか、じゃあ。いや、そうっすね。シマオ・マテからキーパーか。え？倉田修選手。キーパー来てくれ。え？小林。ユー選手か。ちょっと待って、誰をキーパーにしようかすごい悩みますけども、ちょっと僕の方はこんな感じで、次樹海さん引いてもらいたいと思います。いきますか。いや、ということで、じゃあインテルから、はい、僕の方も引いていきます。あれ、ルカク、ルカク。いや、もうセンターフォワード決まった。さあ、2回目いきます。はい、あんまり来ないっすね今回ね。マルセロ・ブロゾビッチ選手。はい、ゴディ、嘘、ゴディですね。おお、いいね。続いてナポリ行きます。はい、メルテンスだ。そうだね。行きますか。行きます。20番、ジェリニスキ選手。ラスト行きます。うん、おお、来た。引き強えな。これなんか樹海さんいない時の方が引きいいですねっていうコメント入ってたわマジかよ悪い運をこう流しちゃってる可能性があるかもしんないわ。なんだっけ、桃太郎電鉄についてか、後ろにいるの、まあ、ボンビーじゃねえわあいつか。じゃあいきます。9番、ガブリエル。あー、スリートップ。さあ、ディフェンダー。おーいやっちゃった。さあ、ラスト。さあ、どうですか。ディフェンダー。やべ、かぶった。ここでかぶったか。よし、ということでこっちディフェンダー狙いでいこうかな。3回ですね。はい、1回目いきます。はい、パウリーニョ。続いて2回目。ちょっとキーパー来ちゃったよ。さあ、あと1人。はい、え、アダイトン。ということで獲得した選手でね、スカッと組んで対戦をしていきたいと思います。いきましょう。はい、ということで A ジャパン、このような布陣で戦っていこうかなと思います。キーパーがちょっとね、うん、怖いんですが、まあある程度いい感じに配置はできたのかなという感じになってます。
いや、ツートップはめちゃめちゃ強いんですよ。はいはいはい。でただメルタイスちょっと1個下げました。でゴディン選手以外がもうディフェンダーがもう全員適正ポジションじゃないということで、確かにね、ボランチキーパーキーパーという形でやらせていただいてるんですけ ど、さあどういう戦いになるのか。とりあえず打てば、打ちさえすれば打たれないようにしないと俺は逆に。やばない、ちょっとパウリーネ寄せ甘いよ。ナイス、でもラインブレーカー効いてるわこれ。やばいな、危ねえ。うわナイスパス、危ねえ、危ねえ、怖いな、セットプレー怖い。お、やべえ、うわ、ナイス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 、いいよ。ちょっと伸びちゃったね。おい、ここ止めよう。やべえやべえやべえ、いやー、あぶねえ、これ打ってあぶねえ、あぶねえ、おーし、ナイス。え、嘘でしょ、イリアン・ルカク飛び込んでこいよ、怖え。あ、うわ、すごやばい、いやー、え、ちょっと待って、またえ、ちょっとおかしくないこれ。ねえ、なんか今の完全に俺じゃなかったと思うんだけど。いやいやいや、嘘嘘でしょ。ああ危ね、マジで恐怖。ああ危ね、クソ。よし、ルカクを疲れさせたい、うん、ここ。いやもうキーパーがスタミナがない。キーパースタミナないってどういうこと？あのフィールドのキーパー。フィールドかナイス、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。やばいな、これがウイレの初蹴りってすげえな。いやそうだね、か分かんなくなるパターンね。あれあれ、え、うわー、やべ、いいぞ、うわ危ねえ、え、おい打ってこう、よし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 、そう、今の悔しいな。おいおい、取れてる取れてる取れてる、あぶねあぶね、点数これは決めて、これはやばい、打ってよし、今の守備やないって本当にこのルカクをまずは疲れさせる。そう、とりあえず走っとけばいいから、ルカクは。ルカクが一番危険だからね、ルカクマジで怖い。うわー怖え、あ、やば、やべえ、これは決めて、ええー、一番近くでキーパーの仕事見てるからな。あ怖いの怖いんだって。え、あ、何パス出してんだよ。これはありがたいよ、ファール、お、やばい、いや危なかった、タイミングよ。あ、やべ、あれが打って名前を噛むでないよめちゃめちゃ噛んだ今、流れに任せてめちゃ噛んだわ、何て言ったか分かんないよね。あれー、え、お、これあるぞ、ちょっと、あ、うわー、やっとコーナーキック、いいね、いや、おお、あーやべ、打てよ、オッケーオッケーオッケー、あー出せよかった、恐ろしいわ、いけ、やべやべやべ、え、嘘、あ、出しちゃった、あ、いける、うわーミスった、今普通に打ちゃうか、何を出してるかよ、ここ飛び込んでこい、いいよ、ナイス、あ、やば、あ、いやー危ねー、いいよ、ルカ君どこ行った、やべ、ナイス、さあカウンター、やばい、これまずいってカウンター、ちょっとスタミナねえけど、パウリーノ絶対止めろよ、こういうの入っちゃう、オブ、うわまずいって、あるぞ、オッケー、うわまだあるよ、やべ、危険、くさいな、まずいじゃんこれ、よし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 、ここね、
ここでいい。あ、ある。え、危ない。強いよ、ちょっとゴールキーパー、おお、やばいやばい。いや、いいディフェンスしてるよ。え、最後に何やってんね。よし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 、ね、これ出したら負けないで。もう分かってますよ、あの残念ながら。いやー、2020年、うわ、勝利から始まりましたよ。ありがとうございます。ということで、この動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。